こんにちは、おはようございます、こんばんは、ハトクマです。最近インスタで芸能人がライブしてるじゃないですか。顔面レベルがカンストしてる人ばっかで疲れますよね。たまには花山香るのパワー 90% オフされた僕の顔でも見てください。違うんだよ、9000人突破しましたって言ったのに9000人割りそうだって。なんで今年はさ、大会が全部どうなるのかしっちゃかめっちゃかになってますが、本日、ホースミートパワーさん主催の BBC にエントリーしました。イェイ。なんか日にちが25から27日までの3日間になったらしいですね。まあ、とりあえず、5位以内に入ったらコラボ動画が強制的に決まるので、頑張りたいと思います。すごい恥ずかしいんだよ、この太ってる画像を見せてさ。個人的に5人全員マッチョだったらさ、筋肉量関係ないって言って開催してるし、開催元が、一企業だからね。5人全員マッチョっておかしいじゃんって批判されるだろうから、多分ね、5位4位あたりはマッチョマッチョしてなくても可能性があると思うんですよね。3位とかは美女が入ってきそうで、1位とかはまあさすがにマッチョな人が来そうな気がするんですが、ハトクマがね、ジンさんの横に立つのを全世界の人がインディペンデンスデーで見守る市民くらい期待していると思うので、僕は1位を目指して頑張ります。まあ、だからさ、世界的にはコンテストが中止とか延期とか、出る側からしてもダイエットしていいんだか今しない方がいいんだか、すごい分かりにくくて変なストレスかかったりする人もいるわけですよ。そんな中、個人的に今年プロ確実で将来オリンピアで優勝すると思っているニック・ウォーカーが今年の大会参加を見送りました。2021年にアマチュア大会に出て IFBB プロになると。見てわかる通り、めちゃくちゃでかくてですね、まだ若いんですけど、今はジムに行っていないんで、筋トレをあんまりしてないみたいなんですが、こんなイケメンなさ、ホームアローンみたいな子供が頭ツルツルでハルクみたいになるんだから、世の中わからないもんですよね。3年間で仕上がりの体重を17キロも引き上げていて、もともとこんだけでかいのに、そこから3年で17キロって感じだけど、ちょっと前のオフでは約133キロ。アマチュアボディービル界でも屈指のマスモンスターであることは間違いないと思います。去年はあと一歩というところでプロカードを逃してしまいましたが、足もめちゃんこ太くて全体的な厚みっていうのは、プロ即戦力レベルなニック・ウォーカー。若手のボディービルダーだと日本にも来たリーガン・グライムズがいますが、ニック・ウォーカーは間違いなく近い将来オリンピアのファーストコールに呼ばれると思うので、皆さんも良ければ彼のインスタグラムとか見てみてください。ちょっと前に遡るとトレーニング動画が上がっています。ということで今日はこの辺で終わりたいというふうに思います。ではバイチャー。